最悪すぎる、マジで。キューキーおっしゃったんだけど、最悪なんだけど、手当たっちゃったんだけど、あんなとこでキルするわけねえだろ。オーマイガー。コンビ相性最悪組だ。慎重派。ちょっとお互いが歩み寄る形でいくか。したいだね。あ、畑坂です。はい。ロアエンジンの扉の上で先端がノッチンさんですか、をキルしてるのを見ました。なるほど。ロアの中だね。僕がドア閉まってたんですけど、ロアの中入ったら死体があったって感じでしたね。畑坂さんと。おお。うん。まあ、ローラリン。あ、高田さん初手見た人います。最終位置だけ教えてください。最終位置、メトベ。トータスコミュニケーション。最終位置は、カフェテリアに入る直前ぐらいかな。タキオストレージ。ちなみに、初手で右ってなっても無視して、もう O2 で仕事した後、シールド行ってコムズかな。先端さん視点は畑坂さんだと思いますか。うん、だって閉まってて、その中から死体と畑坂さんがいるから。もう閉まってる。誰かカメラ見てなかった。カメラちょうどカメラ見てた。畑坂です。俺 見てない。見てます、見てます。ナビゲーション前で。はいはいはい。トータさん右側に高田さんに来てなかった。高田さんなんですけど、高田さんは初手下側来たのかな、うん、で、リアクターが鳴った時に、うん、寺蔵高田のTV の3人でロアエンジンの方行ったような、ごめんなさい、アドミ見てたんですけど、そうだね、アドミ見てたんですけど、誰かアッパーエンジンいませんでした、最後。俺、アッパーエンジン通ったけど、その時はいなかったかな。アッパーに光ったまま終わったんですよね。じゃあアッパーで、リアクターも1人いたんですよね。実は、ロアエンジンの先に、もう一下やって、うん、テラゾーがやってたみたいな。感じも入れんのかなと思って。リアクター最後誰もいないんですか、うん、リアクター誰が直したんですか。リアクターはいない。あ、じゃあ高田さんがリアクターかな。あー、うん、あー、まあドラとりあえず今回のターンしてレピチンさんまで白かな。あー、マジか。起動します。ローラーでお願いします。ボタン押します。最悪最悪すぎる、マジで。キューキーおっしゃったんだけど、最悪なんだけど、手当たっちゃったんだけど、あんなとこでキルするわけねえだろ。最悪すぎる、マジで。早っ。はい。押し負けた、はい。リアクター直した人が高田さんと誰かなんですか？殺してると思いますよ、多分。俺はリアクター直したかな、うんうん、かな？下で直した。リアクター直した覚えが、俺が下やって、うん、誰かが上やったと思う。じゃあ、テラゾーはその時に誰が、初キルこれマジやってたかは見てない。やっちまった。誰がやってたかは、上を誰がやってたかは、竹雄も一緒に来てたんだったら竹雄が上やったんじゃないの。いや、来てないよ。エレクトリカル入ったから。あ、行ってないんだ。そう。あ、そうだったっけ。そう。3人行ったの見たから、じゃあ必要ないでしょと思って。最悪すぎる。初手ストレージ側に行ったのって誰だったっけ、もう一人。それが高田さん。高田さんが下に抜けてったって言ってなかった、高田さんが。はい、下に抜けてったのが、竹雄、高田の陣、寺蔵だったはず。で、リアクターな、あの、さっきからデプチンさんがね、光ってるんだけど、声が一切僕聞こえないんだけど。あ、すいません、大丈夫です。聞こえます。ミュートで喋ってました、すいません。じゃあ多分、ノッチンさんが上直してるね。誰もいないんだな。
多分今回の死体のキル、ネット人さ関わってない気がして、というのも僕ウェポンズにいた時にリアクターが鳴って先にセンターさんが抜けてって僕後から出たんですけど、カフェテリアのタイムからウェポンズからカフェテリア入ったぐらいのタイミングでウェポンズが抜けていくレプチンさんを見たので、はいはいはい、行きましょう行きましょう、僕行きましょう。その後に、コミュニケーション行って、でトータスさんと合流して、紫のトータスさんと黄緑のレプチン、最終地点そこです、2人。で畑坂君は、はい、上からアッパーエンジンの方から来たの？はい、ちょうど初手からもうタスクせずセキュリティのカメラ見てました。あ、そうなんだ。え、じゃあ誰が映ってる？うん、トータスさん見たって言ってたよね。トータスさん見てて、うん、でキーピンク俺映ってなかった。マジでキーピンクオレンジあたりがなんか操作ミス。あの、ジジローのとこにいたのは覚えてて、まあごちゃっとしてたからあんまり覚えてない。もうちょっと情報欲しかった。もし押しましょうか次、うん、そうですね、まあローラーまあ一応落ちてるんでしょうがない、うん、カメラ見てた人が落ちちゃうから押す利点があるかどうかだけど、あとはは い, いやマジでさー間違え急遽押しちゃった、間違えてはい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 、前待ってたけど押せないの気づいちゃった多分死体は2あの1つしか見つけてないですよね、でも結局左ではありますよね。でもなんかアドミンを見てて、はい、でレポートが鳴る直前リアクター2から1人減ってアッパーにポーンって飛んでるんですよ多分、はいはいうんうん、だからそのタイミングでリアクターで高田さんが死んでると思うので、左にいた人間が怪しいんですよ、うんうん、だから多分俺がアッパー通った時にいなかったのは弁当の中にいたんだと思う。でそれだったらトタスさんと俺はまず容疑者から外れるんじゃないですか、右にいたので。そうだね、そこ外してアルトさんもそれを表現してるから外して、雑切りお年玉ありがとうございますね。竹尾さんとナイトメアさんかな、はメッドベイ操作ミスないや、うん、スパチャで殴らないでくれ。ストレージはついてた、あとコムズもちゃんとついてたからトータスさんはそこだと思うので、それは間違ってない。じゃあナイトメアテラゾー、まあ、逆にコムズ1しかついてなかった、アルトさん。いや2やったと思う。あ、じゃあレプチン雑切る、はい、感覚的には、まあ、テラゾーさんが一緒に向かってて、リアクターのところでセンターさんがいたから、うん、今2ローいるからやっちゃいますか。メッドベイはついてた、アルトさん視点。メッドベイはナイトミヤさんでしょ、いると、うん、ついてたと思うよ。1あったあった、うん、あ、じゃあタケオかな、ローラーできるか。これテラゾーナイトミヤ落としたら終わりだと思いますけど、僕テラゾーさんこの話でもこれで一人は連れてるじゃないですか、先端さんと畑坂さんがやってたんで、うん、はい、うん、まあ6人で進めてもいいか。てか怪しいアルトロタスレプチンが、うん、竹尾さんとテラゾーさんとか一緒にいたらいいんじゃないかなと思ったんですけど、その二人が言い合ってる。ああ、いいよ、いいよ。僕は今回テラゾーさんに入れてます。僕もテラゾーに入れてます。あれ、あっ入るやその通りだ、テラゾー先端がインポスターさ、皆さんありがとう。え、おめでとう。このチームダメなんだって。いや違うのよ、違うのよ。アスリ申し訳ないですけど、キューキーを押してました、間違えて。間違え、いや、ガブとキューキーを。ガチで間違えて、押しちゃった。サブキーとキューキーを。いや、マジでセンターテラゾでうまくいったこと一度もないのよ。いや、マジで最悪。畑坂さんがロアの下に行って、レプ、あの、のちんさん真横いて、よし、上行くかと思って、W を押したと思ったら、Q を押して、キルしちゃって、あってなって、速攻で、ブシャことねえわ。速攻でレポートされて、やっちゃったと思って。